どうも大之助です今回は自分の人生変えたいんだったら変化しよう新しいことに挑戦しよう周りと同じことをして周りと違う成果が手に入るわけないじゃないかということについてお話ししていきますなんかすごい喉がガラガラすけどちょっと気にしないでください。<laughs> というのももうあの今の日本の社会って世ちがらいですよね30年経済成長してないし自分の給料も上がらないし物価どんどん上がっていくしだでもう嫌な仕事とかやめたいけどやめたら生活していけないからいやいや我慢して嫌な仕事してるじゃないですか。 でそのたまったストレスを自分の家族とか大事な人にぶつけてしまったりとかして自己嫌悪して生活してますよねけどこの地獄の歯車から脱出できないじゃないですかで毎日死んだ顔してあの職場と家の往復して過ごしてますよねでこんなふうに奴隷となって死ぬまで働かされるのかなって定年もどんどん定年もどんどん伸びてきてるからあのそうやってずーっと一生こき使われて死んでいくのかなっていうふうに思ったら将来すごい不安っすよねその気持ち非常によくわかるんですけどだったら行動しましょうどうせこのまま あのただ年齢を重ねていけばもう奴隷となってあの衰えて死んでいくこと確定じゃないですかそれよりもうまくいくかわからないいつ報われるかわからないけど自分の才能に才能のみにあの日光を与えてあの水を与えてあの芽吹かせる努力をしましょうと努力積み上げていきましょう新しいこと始めていきましょうよって話なんですよ。でかの有名なアインシュタインさんも相対性理論を発見したアインシュタインさんもこういう名言を残してるんですよね。 周りと同じことをして違う成果を求めることを人は狂気と呼ぶっていう風に言ってるわけなんですよね。というのも、というのも算数で1たす1を何回やっても2じゃないですか。にもかかわらず1たす1を繰り返してったら急に1たす1は10にならないかな100にならないかなっていう風に僕たち望んでるのと同じぐらい愚かなことをしてるってわけなんですよ。その僕たちがもしかにめちゃくちゃ天才だったら周りと同じことをしても 1を聞いて10を知るじゃないけどものすごいスピードで成長してってなんか他の人とは違う抜きんでた成果を得る脳中の霧みたいな状態になるかもしれないわけですけどちょっと日本語おかしかったね皆さんはこれまで生きてきて自分は別に特別な才能はないっていうふうに思ってるわけですよねだからこそ新しいことを挑戦するときに自分はどうせ才能ないから何やっても無駄だっていうふうに思って結局その新しい一歩を踏み出せずに生きてるわけですよね自分が凡人ということを認めてるわけですよね だったら凡人が人生を変えたたいんだったら他の人と同じことをやってたらダメでしょ凡人が他の人と他の人と同じことをやってたら他の人と同じ人生を過ごすっていうことはもう明らかっすよね周りの年配の方々ご覧になられたように毎日死んだ顔してあの家と職場の往復をする人生が待ってるんですよ確定っすよだったらせめてあがきません その自分はもう一生社畜となって毎日死んだ顔をして職場と家との往復をして無味乾燥で退屈な平坦な人生を送りたいですというふうに思う方々はどうぞあのブラザーバックいただいて僕の動画チャンネルブロックいただきたいんですけどみんなそんなことないですよね平らな自分を変えたい自分の人生を変えたいというふうに思ってるからこんなわけのわからない青2歳の言葉をここまで聞いてくださってるわけでしょ人生変えたいんでしょ だったらもう前に進むししかかなないいんんでですすすよ。よ。変化するしかないんですよだって僕たちが今までと同じことを繰り返していたところでもうあの皆さんご存知の通り、このインターネットの IT の革命だったりとか AI がどんどん進歩しているっていうこととかもあってもう人類史上もう一番変化の早い時代を僕たちは今生きているわけなんですよ生まれているわけなんですよだから5年ぐらい経ったら当時の最新の情報も陳腐化するし AI や機械など技術の発展によって僕たちの仕事ってどんどん入れ替わっていくわけなんですよねだから同じことをしてるっていうことは安定ではなくてただの停滞なんですよねでいずれ職を奪われる可能性が非常に高いわけなんですよってなったら職奪われてから変化しますかっていうふうになるよりも慌てて何か転職サイトを調べるだったりとかその場でアルバイトで食いつなぐとかするぐらいだったら早めにいろんなスキルとか新しいことに挑戦したりとかして自分の収入源の元になるようなものを探すだったりとか 今後伸びそうななな産業に向けてて転職活動すすすするるだだっったりとかか方がまだ有意義じゃないですかって話なんで話んよどうせ変化しなきゃいけないんだったら自らの意思で変化を促す方が変化する方が行動する方がまだ楽しくないですかって話なんですよ学校で勉強しろ宿題しろっていう風に言われて楽しかったですか楽しくなかったですよね職場で仕事しろっていう風に言われて楽しかったですか楽しくないっすよねでこれからあの環境が変わって変化しろっていう風に言われて変化したいですか変化したくないっすよね楽しくないですよね 僕たち人間は無理やり人に行動を促されてもモチベーション湧かないんですよだから自らの意思で早めに好奇心があるうちに行動しましょうよって話なんですよで、凡人はまあどうせ何やっても無駄だっていう,ふうに思いますよねさっきからお話するように僕も凡人ですただ その凡人の僕が何だんら凡人未満の,その集団にも馴染めなかったしほとんど勉強も運動も苦手だった、まあ、社会不適合者の僕なんですけどそんな僕がいろんなことに挑戦して何か掴むことができたら皆さんの背中を押すことができますよねもしくは皆さんが転んだ時に手を差し伸べることができますよねだから僕は口だけ人間にならないように皆さんより先に真っ先にいろんなことに挑戦して失敗する様をそこで学んだこととか経験したこととかを皆さんにお話ししていきます その僕が昔いじめられたこととか、社会人になって仕事が嫌になって、それで投資詐欺になった話とか、まあ、バカだな、愚かだなっていう風に思われるかもしれないけど、そういう、まあ、大之助みたいな、アホみたいなやつがいるから、自分はこいつみたいな失敗はしないだろう。 とか挑戦してみても大ス助ほどは失敗しないだろうっていうふうにだから自分はちょっと始めてみようかなっていうふうに皆さんの背中を押したらあの幸いだなっていうふうに思うのでこれからもあの僕も色々精進していきたいなっていうふうに思いますだからこそ僕たち凡人が人生変えるためには今までと同じことしてちゃダメでしょうと変化しましょうよと何もしなかったら 変化という名の,の時代の荒波に巻き込まれて海の木図となってしまうんだからどうせビッグウェーブが来てるんだからサーフィンの技術を身につけてこのビッグウェーブ乗りこなしてみた方が楽しくないということをお伝えしたかったんですよねだから一緒にちょっとずつでいい1日5分の散歩でいいし1日1ページの読書でいいから日々に自分磨きの変化をつけていきましょうということをお話ししていきたかったです。ということで今回は以上バイバイ